いや、今回は、バンド分散を見たいと思います。まあ、バンド分散で言っても2つ、2種類選択できるんですけど、ディスパージョンリレーションと、あとはもう一つ、ブロフスペクトラルですね。まあ、ブロフスペクトラルやっていこうと思います。どっちも説明しますけども、一応、ドスマイト計算終わったら、クリエイトインプットをしていただいて、今度は、ここから、これが EK リレーションの時ですね。で、まあ、まあ、このままエネルギーに最初から最大ってどれぐらいの間隔でいくかで NK というのはここに示した、パスの K の方向を、どれぐらいで分割するかということになります。まあ、ガンマから X 線ですね。良ければリターンで、またインプットファイルです。で、今回はちょっとブロフスペクトラルの方にしようと思います。でブロフスペクトラルは、こちらの、橙色の部分とブルー色の2つに分けられます。でこっちの方は、人1本の経点上の、まあ、一筆書きで描いた方の経点の方で、こっちの方は、経験ですから、2次元で結果を見ることになります。2つの方向、2つのベクトルの方向ですね。こちらにベクトルの設定方法が書いてありますけど、それで見る方向です。今回は、2次元の方ではなくて、1次元の経点の方向で見ていくところです。で、まあ、ディフォルトの値を使って今回やると思います。もうちょっと結果を見て細かい値がいいということになれば、これらの値を細かくしていただいていただくということですね。あと、経点もですね。こちらも60点です。で、あと、パスもどういうふうにするのか。ガンマ X 点するかですね。で、ここもほぼいじる必要はないですね。まあ、スタートを変えたいというのであれば、また変えてもらえばいいんですけど、まあ、こんな感じになります。まあ、ユーザーディファインの多分ここをチェックするとここがいくつできるようになるんでしょう。ビローって書いてありますね。だからここをチェックするとここ設定できるんですけど、まあガンマ X 線でいいと思います。で、リターンですね。まあ実験化に向けてよく作ってあるなというような印象を受けますね、このプログラムは。で、SCF と同じ条件になっているかどうか、いろいろと調べていただいて、問題なければ OK。そして、KKR ジェン。で、クリエイト上部で、もうちょっとやってしまったんであれですけども、こちらも同じようにしていただきます。今までと同様です。で、ジョブファイルメニューで、エディットジョブファイルで、ソースの部分を消していただいて、で、NP の数を4コアですから、4にしていただいて、あとは、ここも毎回、なぜか NP をやって、こうすると。で、セーブ、閉じるですね。で、あとは、ランインタラクティブで走らせます。そうすると、モニター上で、CPU が 100% になって、4コアで動いてますね。で、計算が終わるということです。で、まだ やってるかな？なんかやってますね。でももう、こちらでは終わったよって出てきてます。ちょっとよくわからない状況になってますね。まあ、さっき調べたときにはちゃんと動いてたので、まあ問題ないと思います。で、ブロックスペクトル終わったら、ちょっとこれからまだ不安、ちょっと先ほどチェックしたときにできてたんですけど、まあ皆さんでやってもらって、で、これが 100% じゃなくなったら、プロットになります。で、ここの部分を、ポチポチポチ押してもらうと、出力ファイルに変換してくれます。こちら側に。で、ここから、対応するものを探してくるんですね。で、PS だな、ポストスクリプトですね。で、あとは、まあ、ここうまく動かないですから、別のところ、探していただくと。まあ、トータルのこの GB だな、ニュープロートで描いたときですね。チェックするとこのようにニュープロートで描いた結果が出ます。で、点数が荒いので、まあ、こんな感じになってますけども、点数、もうちょっと大きくすると、見やすい形になります。今、このふうに点が大きく飛んだ感じになってますけども、ガンマ点から X 線に向かったバンド分散がちゃんと出てきているのが分かりますね。で、アップスピンのものもこうなってますよと出てきます。で、基本的にアウト出力ファイルとあとこちらの、ファイルの中身を見ていただければ、いろいろ議論する結果が出てくると思いますので、そうしていただいて、どういうふうなバンド分散変化になっているのかという
見ていただければと思います。1,2,3,4 アルミはたこれといった形で結果が出てきます。どんな風に変化しても出てきます。こういう感じでいきます。まあこちらのマニュアルの方がもっとちゃんと詳しく書いてあって綺麗な形で出てくるんですね。こういう風に出てくるはずです。すみません。この例ではかなりいい経点取ってますね。200、まずエネルギーのこの分割数が260で、しかもここの経点の幅が260ですからね、かなりいいの使ってますね。そうやってやるとこのようにもっと綺麗なのが出ます。まあ、今回ちょっと時間がないのでこうしてみましたけども、皆さんの時にはもっとちゃんとしたのを作っていただいて、こういう結果を出して議論していただければと思います。以上で今回は終わります。